はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナー、続きをやっていきたいと思います。ドワーフの洞窟でのイベントが一旦終わって、ポポイが仲間になったところですね。で、ポポイヒットポイント40しかないんで、なんかポロンの弓矢とかね、2発食らったらすぐ死んじゃいそうな気がするんだけど、大丈夫かな。で、何装備してんだこいつ、そもそも。ブーメラン、まあ、ブーメランか弓でいいよね。あー、なんだろうな、弓の方が1強いな。まあ、いっか、こっちにしよう。で、防具よ、防具。ちびっこローブだけか。ちょっとなんか売ってたよね。ワッツのところじゃなくて、こっちでいいのか。ただね、お金はね、足りるゲームではないからね、これ。ラビの帽子。45円か、買ってあげよう。ちびっこローブを装備してるんだよね。鎖のチョッキ、装備できるんだ。え、パンクスーツも装備できるけど、ちょっと手が出ないな。エルボーパッド、パワーリストもでも、どうしよう。とりあえず揃えるか。じゃ、パワーリスト、買ってあげよう。金がもうほとんどなくなってしまったけど。装備できるのはやっぱりこれだけか。で、アームガードをこれだな。よし、まあ、一通り揃ったんで多少はマシになるかな。まだ魔法とかは使えないんだよね、多分ないね。ってことは肉弾戦でいかないといけないのか。あと、そう、音楽をね、ちょっとオリジナルバージョンにしてみました、今回は。ワッツには別に話さなくていいよね。え、これどこに通じてんの。あ、ここに通じてんだ。ニキータがいたところだね。ほら、おお、弓いいね。痛い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 。ちょっと待って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 。結局何が一番強いんだ今。とりあえずまだ剣を装備してるけど。自分の武器も見てみよう。33、斧は29、ランサ36か。俺としてはカイザーナックルちょっと使い込みたいんだよな。貯められる？貯められねー。これ各個人でさ、熟練度増やしていかなきゃダメなの？超接近戦なんだけど。あ、ポポイレベル 1?2 になったってことはレベル1から始まるのかよ。あいつもそうだったのかな、プリムも。で、どっちから行けばいいんだ。いや、少しポポイも鍛える意味で敵は倒していくか。格闘戦士になりたいよね。いや、超危険だな。なんか2回攻撃とかできればな、また違うんだろうけどな。聖剣3のケビンみたいに。聖剣3のまたフルリメイク、こういう感じで出たらやりたいよね。どっちかっていうとね、聖剣3の方が印象は残ってるんだよね。投げるんだ。まあ、聖剣3もね、キャラ選びが本当重要だからね。ホークアイとね、リースをね、もうちょっと強くしてほしいよね。俺ちなみに一番最初主人公ホークアイにして、あとリースと、デュランを入れたんですよ。まあそうするとデュランがね、必然的に回復役になるよね。光の道に進ませて。結構きついパーティーだったよ。
まあ、ケビンがね、ほんと強キャラなんで、プイプイ層ゲット。よし、ポポイレベル3。これはちょっとやばいな。え、ちょっと待って、銃やっぱり結構食らう。待って、これちょ危ねえんだけど、本当に斧でなんか、ちょ、やべえよ、マジでやばいわ。はい、こっち来い、お前そんなとこで足を止めるな、死ぬぞ、ほらもう、は意味ない、上からさ、え、どうしよっかな、さすがにレベル上がんないよね、もう死んだら。あ、斧ちょっとあれだね、止まるね、足が。なんか回避率は割と高いね。あー、遠距離攻撃してくるやつら厄介だよ。ちょっとニキータ、セーブしておこう。中断セーブいってひで、中断セーブみたいなのはないのかな。斧足止まるね。お、ちょっと待ってねどうすればいい、ここでポポイちょっと復活する。2つ持ってたよね、天使の聖杯。一目でいくつになるの。ちょ、いきなり狙われてるけど大丈夫。え、54、よし大丈夫だ。待ってね、武器を変えたい。俺がおとりになる。3とかさ、近づくなっつのちょっと待って、マジでこいつはさまん丸ドロップ、まあ、100回復するからまあいいんだけど、お荷物だよな、マジお荷物だよな。てかさ、いつさ武器レベルみたいなの分かんの。片付いたか。と来てくれると思ってた。ありがとうね。君はなぜ丸腰でここへ来たんだ。よし、3人になったな。おお、ちょっと待って。わあ、バルーン買った。あいつ何装備してる？俺がナックで装備しちゃってるからね。ちょっと待って、やばい。これ遠距離がやばいな、ま、いや、マジで厄介。いや、だから本当はさ、これ多分絶対2人とか3人でやった方が楽しいよね。あれ、カイザーナックルになってるよ、こいつも。俺は何にしようかな。やり手も装備させようか。よし、これでいこう。こっちだ。え、あいつあんなところから攻撃しようとすんのアホじゃないの。死んだよもうどういうことだよ。攻撃しないとかそんなことではない。ちょっとあんまりさ、コンピューター頭良くないよね。どちらかっていうとこういってバルーン買った。ちょっと待って、これきつい。頭の風船割ってくれ。ちょ、マジポポイとか何やってたこいつ。いや、斧すげえためがあるな。
回一回でもさ武器を変えないといけないっていうのもちょっと面倒くさいよね。で魔法陣か、あれこっちとか行けんの？行けるはいける。え、なこれ茨があるんだけど、これ斧で切り裂けるのかな、っていうわけではないか。プリムどうする？てかポポイのヒットポイントもまたやばくなってるよ。まんまるドロップねえし、頼れるのは己の力のみか。また目ん玉、これなんかレーザーみたいなのやってきそうや。強くねえか。キノコとかは？あーできないか。あ、あ、あ、なんだ。あーそういうこと？これであっちに進めるようになりましたよと。この弓矢マジ厄介だよ。レベル5ひでええ、なんだここにさいるやつマジ厄介。手が出せないところに、あれここに来て、これは何？あ、壊せる。でこっちへ進んでいけってこと？じゃあこれポポイ見えないところで多分死ぬから早めに撤退しよう。あ、これでここかだね。少しまた動きを変えるか。カイザーナックル、カイザーナックル、お気に入りよ。相当不利だよな。でもちょ待って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 、ポポイ、また上からも来たぞ。はめ殺ししよう。このままひたすら攻撃をする。よし、技レベルがアップ。こいつはいっぱい使った方がいいのかな。 100% で攻撃するのも1回、 1% で攻撃するのも1回みたいな。多いねこういうのがね、かっこいいんだよね。三連撃みたいな。どっちだ？あー、これはあれ、ここってなんか来たよね。そういえば水の神殿のところか。ここに来れますっていうことなのか。ダンジョン内が結構厳しいね。プリムは引っかかってるけどさ、そういう時ってどうなの？ずっとあそこで引っかかったままなのかな。よし、技を貯めてこう。ほら結局一発しか当たんないんだけどね。そう、それはね分かってたことなのよ。こいつはシカトしていこう。やってしまった。あと一発使ったら死ぬ。はい、死んだ。もういいわこいつらマジでお、城みたいな。待って待って待って、ウェアウルフか。え、ヒールウォーター、ずるくねえか。格闘対格闘。おお、ポロンが来やがった。なんだよこいつマジで、超厄介だな。いや、ずるくねえか。これではめ殺すしかない。ヒールウォーターを使う暇を、え、ヒールウォーターって何？あいつが使ってんの、もしかして。こいつが当たんないね。え、なんなの？え、誰が使ってんのヒールウォーター？永遠にさ倒せないんだけど、ずるくねえか。
倒されたし、なんなんだマジで、蹴って蹴って蹴りまくる。え、ダメだマジで意味がわからん。ちょっと一回仕方しよう。ヒールウォーターをかけている主がわからんな。めっちゃ回避するんだけど、すごいぞこいつ。マジで邪魔だわ。自分が届かないところに配置してるからね。ほら、マジで超接近戦だなこの。3発当たんないかね。ヒットがね1回判定だからね。チャイナドレスだ、まあ、それなりに良さげなものを手に入れたけど2人死んでっかんね。何これ、いや理由がよくわからないんだけど。ああいう仕掛けなんて作る必要なくないか。別になんかあるかな。この椅子は、椅子は一人ぶん殴るって、マジカルチェア、こいつもマジカルチェア。幽霊っぽい消え方をしたね。回復アイテムがないからな。ちょっとマックスまでまん丸ドロップ持ってみたかったな。やっぱりねレベルとかを上げていきたいからね。こいつは、これは普通の椅子か。マジカルでも何でもない。どういう構造だ。ポロも生んだ今。どっかからまたヒールウォーターが飛んできてんな。来てんだよもうこの野郎。何なのマジで。モングリになってしまった。とりあえず逃げよう。ここは攻撃できないから。こいつもマジカルチェアか。スタンドウェイに行こう。一発蹴ったら逃げる。あ、みんなマジカルチェアじゃねえかよ。溜める。ほら。でもさ、よくよく考えたらさ、もうこの武器レベル1から上がんないから、いろんな武器を使ってこう。あ、ショートカット設定できんじゃん。あ、そういうことね。今あれになってるから L1 と R1、 L2 と R2 もショートカットつけたいけどな。じゃあブーメランにしよう。これ動けないんだけど、投げてる間。出た、ヒールウォーター。もう意味不明すぎるよ。ほら、3人まとめて一網打尽。この角度、よし、あとはポロンだけだ。マジで、また上上げか。
遠距離から行こう。ギリギリ、いやー出てしまった、めんどくさい。これ意外に判定がね早く入っちゃうんだよね。ヒールオーター、あいつかん？ってしかならない。これは特に何もないよね。お、兵士、助けに来たよ。魂を抜かれたっぽいね。ディラックは、魔女のところは、あの、ダメだよ、こいつらすっかり聖域を抜かれてしまったみたいだ。の人たちと同じね、やっぱり魔女の仕業だったんだ。さて帰るか、魔女のとこ行くのか。ここの上の階の床に三人で乗れば足が出る。てか帰れるんだ普通に。ニキータ捕まっちゃいましたよ。ところで言ってにゃんですけど、特別出張さん。おお、それなりに金は貯まってきてるね。一回出せる？一個。うん、聖杯二？あ、二つあるのか。で、まん丸ドロップ。これ何個かの？五つだった今。パックンチョコもじゃあ三つくらい買っとくか。こいつは聖教抜き取られたわけじゃないね、話せない。じゃあ蘇らせるか。でそうするともうなくなっちゃうんだよね。ランディ回復しとこう。よし、帰るっけ今。300円だよね。特別出張、あーギリギリか。いや1個買っとくか。他にご用は、まあ売れるっちゃ売れるけど、まあいいか、セーブだけします。特別出張、もう全然レベル上がんないね。待ってね、剣にしとくか。そろそろなんかボスっぽいからね。おお、待って、もう杖、普通に杖やばっけん。いやいいね、まだか。アイスパス、いっぱい攻撃した方がいいかな。ちょっと分からんけど、オラ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 、もうグリーンになってしまった。お前ら攻撃しろ。どんどんレベル上がっていくな。20も食らうのかよ。よし、部屋が3つあるね。左から順番に入っていくか。え、普通のあれか。しかし攻めつる。お、レベルが上がった。復活してんの？もう復活してるわ。俺がひるませてる間にあいつらが攻撃をすると、あの光線を食らった多分。よし、技レベルアップ、2レベルの技が使えるようになった。ちょっと見てみよう。レベル1、レベル2。おお、敵が固まってたら良さそうだね。右も行きたいな。そうするとちょっと待ってね。
ああ、またこれだけか。とはとかさ、食らいすぎでしょ。俺がこうやってひるませるからその間に何とかするんだ。はめ殺しをするしかないどうなってんのこれ。倒した。ひどいことある。お、技レベルアップした。あそこにもまたスイッチみたいなのがあるね。あ、そういうことね。これで下が行けるようになりましたと。ん？どういう状況だ？2までためよう。どういうことをしたんだかいまいちわかんねえな。おし、プリムもレベルアップ。いるね。これは何やつ？魔女？小さい子供たちだね。覚えてな。そっか、わりかし年代物の声がするね。もうちょっと若いかと思ったけど、完全におばあちゃんだね。お前らの元へ送ってやるわ。それデラック、一体何をしたの？かっかっか、あの男だけなぜかこのわしの術もかからんので苦労したわい。タナトス様の命令でパンドーラの古代遺跡に送ってやったわ。タナトス？王国を内部から潰そうとしているパンドール帝国の魔法騎士様さ。許せない。すでに王国のほとんどの人を骨抜きにしてしまったからの。あとはタナトス様が王国の南の遺跡から城を攻め落とせばおしまいじゃ。さて、お前らはわしの可愛いタイガーキメラちゃんの餌にでもなってもらおうかの。このばあさん喋りすぎだな。タイガーキメラって言ってたよね。ん？どこだ？上から降ってくるか。降ってきたね、やっぱり。俺がおとりになる。食らいすぎだろ。見て、食われた。え、ああ、弓を当たるか。ファイアブレス。ひだるま。ひどくね？ちょっと待って。回復させとこう。とりあえず、間一発助かった。ちょっと待って、あいつ買えべよ。今度は時はか、ファイアブレスとなってくるのか。ファイアカクテルレベル212とかさ、言うすぎなんだけど。もう無理だよ。あれ、ちょっとあ、倒した。意外にヒットポイントはなかったね。
大体なんか上がってくれるっしょ。え、ああブーメランか。オッケーオッケーオッケー。え、歩いて帰んの？もしや。え、マジで？敵は出なそうだけどね、音楽的に。ブーメラン。あ、これで帰んのか。で、こうか。ブーメランにしとこう。あ、いるじゃん。この森に生える魔法の薬草が枯れてしまったの。魔力を維持するために町の人を骨抜きにする代わりタナトスに薬草をもらっていたんじゃ。これからは普通のババに戻って静かに暮らすことにするよ。さっきの若者ならパンドーラの南の古代遺跡にいるはずじゃよ。そこの宝箱はもうわしにはいらぬものじゃ。持って行っておくれ。え？指定神殿のオーブ？うん。ありゃ氷の魔法でもないと解けないね。わしは普通のババに戻っちまったし、そんな魔力はもうないよ。え？そんなんで許されると思うのかこいつ。まあ、宝はもらっておこう。50円とか絶対許さねえ。川の道。わしの最後の魔法で表に送ってやろうかい。お願いします。ディラックはやっぱり生きていたのね。よかった。ランディ、聞こえるか？すぐに水の神殿に来ておくれ。ルカ様だ。一体どうしたんだろう。僕行かなきゃ。私も行く。ディラックは心配だけど、この先私一人じゃ無理みたい。君たちと一緒に行くことにするよ。その代わりディラックを助けるのも手伝ってね。姉ちゃん、オイラがついてる。大船に乗ったつもりで任しときな。戻るか。あれ、どっから来たんだっけ。モンスターは完全にいなくなってるね。あのおばばの魔力とかでモンスターを生み出してたのかな。正面とか いけないからね。ここら辺の敵は一応いるのか。完全にぼーっとしてるよね。二人で攻撃すれば奴に攻撃の隙を与えない。当たらん。ちゃんと倒してこう。結局ブーメランと弓矢と遠距離攻撃は2つか。で川の鞭。長いっちゃ長い。少なくとも真っ剣よりは縦は長いか。これあいつにも遠距離装備させた方がいいかな。プリムにも。でここに着きましたと。
なんだかんだで剣が使いやすいんだよね。どっちに行くのかな。右から行こう。回復してやる。ありがたい。あ、何これ。はい、いいえってなんかさ、なんか言ってた、セーブするかみたいな。東に行った滝の裏側の洞窟に水の精霊ウンディーネがいる。え、神殿に沿って東に行った滝の裏側の洞窟。結構難しいな。結界を張ってくれているのじゃが、突然結界が切れてしまった。ウンディーネが心配じゃ。様子を見てきておくれ。よし、行ってやるか。神殿の東？武器を手に入れたから行けるようになってんのかな。どこ？こっちから行けってこと？ゲクなんだけど、こいつら何なの。死んだ。一瞬で死ぬんだけど、マジかよ。またルカ様に回復してもらおうかな。ポポイってどうせあと1回突っかったら死ぬよね。どうすればいいんだ。ちょっとめんどくさいけど一回帰ります。うわ、待って、敵がまた復活している。ムチを使っている場合じゃないな。やはり剣で行った方がいいか。今のところ一番攻撃力の高いのは35のディフェンダーだね。2、3種類に絞った方がいいね。多分全部は上げてらんないな。回復して。ありがとうございます。セーブはいいっす。神殿に結果ウンディーヌが進歩。プリムな、敵に接近させていいものかどうか悩むな。いかんせん防御力が低い。あとまんまるドロップも使い切ったか。そういえば変な近くの村に行って買った方がいいかな。なんかやってんねこいつ。アシッドストーム行って、魔法はねもうちょっとどうにもこうにもできないからね。溜めてさ、中に行ったらさ、溜まったままになってんのかな。2にしていこう。お、2のままだ。ほら、ちょっと食らいすぎだってマジで。チョコ使っちゃおう。250回復するのか。なんで俺8しか食らないよ。最悪プリムとか動かした方がいいのかな。レベルが足りないってことはないと思うんだよね。やっぱりあれ、なんだこれ。確かになんだこれ。え、普通に敵だし、攻撃しだしたからね。プリムちゃんが反撃の
隙与えん。このタイミングを維持しよう。敵は動けんはずだ。いけ、ちょっと待って、ほら、うわ、食われた。なんかしろよお前ら。どこに弓矢打ってんだよ。くほ、俺もさ動き回ってないとさ、ちょっとプリムが、あーやばいな、死ぬかもしれんな。恐怖中アホすぎんだろ。あれ当たってねえし、回復してやるか。食われた。あ、俺はね大丈夫なんだよね。あ、待って待って、ヒールウォーター、え、すげえ回復した気がするんだけど。あいつもあれだな、180とかさ、回復しすぎだろ。痛い、まあ、俺が食らう分には最悪、まあ、問題はないといえばないけど。何これ、もう倒せねえんだけど。よし、クリムちゃん攻撃してなくね。うわ、勝った、倒した。かわいそうな感じだな。グローブのレベルが上がったね。ワッツのとこに帰りたい気もするけど、まあまあこのまま進んでいくか。ウンディーネがいる。ありがとう。私は水の精霊ウンディーネ。お礼に力を貸しましょう。私たち精霊の魔力は呼び出したものによって2通りの魔法に変化します。プリムは回復や防御、トポリは水や氷の力で敵を攻撃することができます。僕は聖剣を抜いたあなたには魔法を使うことはできません。聖剣の持ち主が魔法を使うと剣の力とぶつかって命を落とすかもしれない。でも魔法の力を利用することならできます。プリムはアイスセイバーを武器に使うの。アイスセイバーをかけた武器は氷の刃となって相手を凍らせて雪だるまにします。この武器も差し上げましょう。上や下にいる敵を離れたところから攻撃できます。私の力が必要な時はいつでも呼び出してください。え、スピア？スピアって槍じゃないの？これでオイラも大魔法使いだな。ほほ、なんもねえんだけど、物が。スピア。攻撃できねえし、ここだと。で、結局ウンディーネには何が起こったの？ああ、投げやりって感じだね。そうか、またちょっとディフェンダーでいくか。うおー、これ式、これ式のことで。足を止めるな、足を止めると確実にやられる。 OK、 反応は早いな、こいつら。敵の攻撃を常に止めておこう。魔法など唱えさせん、ダメだ。
あれ槍は武器パワー上がってないよね。一回ルカ様のとこ行く？てか魔法とか使えるようになったんだよね。どうやって使うんだ？攻撃ターゲットとして。魔法レベル。ウンディーネ。アイスセイバー。あ、ウンディーネとしての魔法レベルってことか。ウンディーネ。アイスセイバー。ヒールウォーター。これで回復できるな。リフレッシュはあれでしょう、状態異常でしょう。まあ、回復はしてるから別に回復してやろうって言われても、回復してやる、セーブをしておく。ウンディーネの魔法を使えば地底神殿の溶岩も消えるじゃろう。クリスタルオーブは何らかの魔法に反応するスイッチになっているのじゃ。なるほどね。こっちからいけねえし。どうやってドワーフのところに行くのが早いかだよね。大砲屋でどこまで飛ばしてくれる？もうラビなんて雑魚でしょ。パワーになる前に攻撃しても大丈夫なんじゃないかって思ったけど、全然ダメだわ。さすがにそれはダメだわ。こんなやつ倒しても経験値になんないかね、多分。ほっとこう。魔法ちょっと見たいね。こっちじゃない、君じゃない。どうすればいいんだ。ポイにしたいんだけどな。さらにこれを押せばいいのか。あ、そうだね、フリーズ。発動する前にラビが死んでしまった。大砲屋、よし大砲屋に行こう。いらっしゃい。ガイアの人だな。金は貯まってきたな。初大砲だね、何気に。3人入るっていうのがすげえよな。これはどこだ。ガイアの人の、ニキータのところか。ニキータいなくなってるし、物語とともにニキータも動いてんのか。よし、ワッツに鍛えてもらおう。待ってたよ。弓矢は強化できない。ブーメランはいける。スピアはいけない。ナックルいける。ディフェンダーはいけないよね。オモも無理。もうスチールランスになってる。川の鞭も無理だね。じゃあせっかくだからカイザーナックルにしよう。じゃなくてパワーグローブになってるのか。で斧はなんか使えそうだしね。遠距離用にはチャクラムだな。よし、じゃあちょっとプリムが減ってるから寝ますか。何気に寝てもないからね。それにしても鍛冶屋のワッツはすごいよな。あんなにサビサビだった剣をこんなピカピカにしちゃうんだから。ピカピカの剣を持っているだけでまるで立派な剣士みたいに見えるよね。
よーし、せっかくだからこの剣を使って素振りでもしてくるかな。ま、なんだよこれ。倒してこれだから子供なのにね。いくら剣がピカピカになっても、そんな気持ちでいたらリラックみたいな立派な剣士にはなれないわよ。だから素振りしてくるんじゃないか。素振りじゃなくて、剣がかっこいいから振り回したいだけなんじゃないの。もういい、今日はもう素振りもなし。明日に備えて休むことにする。あ、拗ねちゃった。拗ねてない。拗ねてるじゃない。はあ、やっぱり男子ってこれだから子供なのよね。なんか会話が挟まれるね。なんでみんなさ布団かぶらないの。セーブしましょう。よし、これでいいかな。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了して、そうだね、あとアイテムとかも買わないといけないね。なんかね、味方がねすぐ死んじゃうんだよね。それは結構きついかな。だから多分これ本当にね、1人でやるよりね、3人とかでやった方がねストレスはないと思います。まあ俺もね、ちょっと一人でしかできないんですけれども、じゃあとりあえず今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。